ちょっと次の質問で、作るときに大変だったところはどういうところでしたか？この作品に限らずという話かもしれないんですけど、特にそのエッセイとか生活に根ざしたものとかって、まあ、人生とかもそうですけど、結構そのご自身の中にこう深く深くこう潜っていただいて、そこからこうネームを書いていただく感じなので、なんかまあ創作活動って、まあ、どんなあのジャンルでも皆さんしんどいと思うんですけど、その対象が自分であるっていうことのその大変さみたいな、なんか書くのが自分なんだけど、それをこうどっか俯瞰してみるのが自分で、しかもそれをこう人様にお見せするものとしてこう作品に落とし込んでいくっていうのは、なかなかこう精神的なしんどさみたいなものはやっぱりご一緒しててもすごく感じるので、別にそれで暴れるとか暴れられちゃうとかいうことは全然ないんですけれども、いやでもしんどいやろうなって思いながら、暴れちゃう著者の方もいるはいないとは言わないですけどとにかく寄り添うしかないというか、まあどなたもそうだと思うんですけど、まあ、そういうなんかこう感じ、どういう寄り添い方をするんですか、どうやって寄り添うんですか。どうですかね、でもひたすら話を聞くしかないっていうか、そんなコンサートとか吐露するタイプ、あでまあおっしゃってくださる感じ、その辛さを言うっていうよりも、なんかこんなことがあった、あんなことがあってみたいな、そのちょっとした日常のモヤモヤとか、こういう人の言葉に引っかかっちゃったとか、そういうこうあのちょっとした雑談ってあるじゃないですか、なかなかそういうのが来たら閉めたみたいな話になったりなんですけど、まあ、そこになんかこうちょっとテーマの根っこが隠れてたりすることがあるので、なんとなくこう雑談をとにかく、まあ、聞くの好きだからいい、全然あの楽しみもあるんですけど、なんかこの人に引っかかっていることっていうのを書きたいことにもちょっと繋がるなと思いながら、え、その時どうしたんですかとか、え、なんでそれがすごい嫌だって思ったんですかみたいな感じ質問しながら、分かるみたいな気づいてないこととかね、多分そのやめてみたんですか、うん、で、はい、気づかないままにやってることとかもそうですね、ありますよね。そうですね、なんかこの場合はモーさんが最初からテーマに、あの気づいてくださったんですけれども、あのあこういうのもそういえばこういうのもやめてましたみたいな感じの話になったりとか、あとはあの気づかずにやっていることを聞いて、あそれ面白いですねって言って書いていただくみたいなこともあったりすると思うので、なんでなんかお茶大事みたいな、雑談の中で整理されるんですよ。そういえばこれやめて見てたわみたいな。じゃあそれも言ってはいけませんみたいな、なんかそんな感じで。あとさっきのタイトルもそうですけど、シリーズ化していくと、そのマンネリしないようにとか、ネタを探すみたいな。そうですよね。多分なんか一冊ごとに全く同じにするとやっぱり一冊目超えができなくなっちゃうので、なんかまあこの、まあ、第2弾で言うと、まあ、一冊目はシンプルにやめたんですけれども、第2弾はやめてみたら新しく始められることが増えたっていうちょっとこう裏テーマみたいなのをそれを帯に入れてるんですけど設けていまして、まあ、主軸は一緒なんだけど毎回その光が当たる部分っていうのをちょっと変えるみたいな感じで、あのシリーズなんだけど、まあ、シリーズって皆さんの目線が厳しいので、あの良かったですみたいな、まあ、デビューアマゾンデビュー1みたいなのが、発売日前日とかにつくみたいなことになりかねないので、期待値が高いから、そうなんか、一冊目で十分でしたみたいな。まあ、映画とかだとよくありますけどそういうのが最初についちゃうと、本当、営業妨害になっちゃうから、あのちゃんとこう新鮮味と、こう、元のものっていうのをちゃんと混在させながらこう作っていくっていう感じでしたね。そうですよね。なんか野宮さん、東京夜の7時とかもそうなんですけど、みんなアレンジとか好きじゃないんですよね。オリジナルの曲が好きっていうのがあるじゃないですか。アレンジしないでくれる。だからシリーズもなんかやっぱり安定感というか、なんかね、とそっちじゃないみたいな。でもね、同じと CD に、そうそうそう、で音楽とやっぱり違うところ、かといってじゃあ同じのを聞き続けるじゃなくて、絶対新しいところが必要ですもんね。そうなんですよ、ね、そこはやっぱりシリーズだと試行錯誤しながら、なので企画の最初にじゃあ今回はあのやめてみるんだけど、何をこうに光当てますかとか、新しいキーワードをどこにしましょうかみたいなのを、まあ、そこまで明確に言って探したりってことでもないですけど、なくそこを探り合う
打ち合わせみたいなのを最初にしてちょっと決めていくっていうところは、うん、それがじゃあサブタイトルのに毎回違うものとして、ね、コミとかサブタイトルとかにそれをこう反映していくっていう感じ、一家が本当に必要なものが見えてくる生き方、暮らし方です。みかんはそこ、まあ、サブタイトルそんなに反映されてないんですけど、こうあるべき、こうあるべきにとらわれなくなる暮らし方、考え方にしてて、まあ、第3弾は割と反映してますね。忘れちゃった自分のままで生きられるようになる暮らし方、考え方っていうふうにしてて、これはあの、まあ、そういうこの人生とか自分のこう抑え込んでたものをちゃんと表現できるようになっていくっていうテーマを第3弾にしてるんですけど、うん、そういう感じでちょっとずつ暮らし方、うんうん、僕も一巻とか読んで、うん、あのゴミ箱やめてみた、うんうんうん、実際やめてみた本当に快適になって、すごいすごいいいなと思って、あと掃除機、うんうん、意外とやめれるんだっていう気づきだった。なんかこの間黒木ひとみさんのラジオに、はい、あの呼んでいただいた一巻さんがお話ししたんですけど、はい、まさにゴミ箱の話で、うん、私ゴミ箱もゴミだと思ってるから黒木さんにしちゃって、すごい、さすがゴミ箱もゴミですね、さすがですと思ってやってみる。ゴミ箱完全にないってことですか。そう、なんかリビングとかに、はい、あのゴミ箱置いてらっしゃらない、うん、まあ確かに部屋のインテリアとしてはそう、邪魔じゃないですか、ね、ゴミ箱があるからゴミも増えるっていう考え方で、まあ、ゴミ箱をこう少なくしてらっしゃるんですけど、もう長らくゴミ箱置いてないとおっしゃって、それは参りましたってポンさんまだいっぱいあったのを減らしてみるっていうタイプでやめてみたい。等身大だからネタがいっぱいあったらいいんですけど、黒木さんレベルだともうやめるもんないゼロゼロすごいですね。前田さん、はい、どうでしたか。はい、まずその大変だったのは、ちょうどそのモニターさんのことがやっぱり一番大変で、こうやっぱりモニターの方を集めてやってもらった方がいいねって決めたのが1月の中旬 で、うんうん、でそれからすぐあの竹村さんにも相談してプラスで告知文を出して、うん、来てくださいませんかっていうのを1週間だけ募集して、うんうん、1週間で来てくれた人から選んで2月まるまるいっぱい、うん、あのやってもらったんですね、うんうん、ただそのじゃあ2月の最初に集まってじゃああと2月28か9かなにもう一回来てくださいねで寄せてくれるとはとても思えなかったので、その間いかにその皆さんの気持ちをこう上げて話してるから肝だなと思って、そこがこうみんなでこうスタッフで考えてきて、そのためにやったことはいくつかあるんですけど、まず2週間目にももう一回来てもらうことにして、でそこでももう一度あの測定をして、あとそのやり方がわからなくなっていることもあったから、もう一回先生が教えて、でその2週間の時にあの先生と少し一人一人話す時間を取ってもらって、うん、でその悩みとかあの先生からのアドバイスを直接もらうように、うん、その2週間目の時間を取った。それから毎日ダイエット日誌を書いてもらうようにしたんですよ、うん、その用紙を配って、でそれを1週間に1回、食事制限はないんですけど、テニスボールダイエットには、うん、ただそのダイエットしてるっていう意識は持ってほしくて、うん、毎日の食事だけ書いてもらって、あとその毎日の体重の変化と、うん、今日のやってみて気づいたこととか、うん、これが難しかったとか、そういうこともやっぱり本を作るときに参考にしたいので、うん、これをやってみたらできなかったとか、今日はこれができるようになったとか、そういったことを一言書いてもらうものを、1週間に1回、メールで提出してもらったんですね、うん、それをあのもらったらお返事を書いて、あのこういうふうに、あ、ここ難しかったんですね、あの分かりやすかったかもしれないけど、こうすると多分できるようになると思うので、うん、やってみてくださいっていうことを、モニターの方全員に分お返事を4週間して、うん、6人でした、10人ぐらい10人ぐらいそれをやって、ところがその最後の2月の最後の方になると、コロナが結構世の中が盛り上がって、うん、あのこう心配が、まあ、してきちゃったんですね、うん、それで結局最後の日にはあの人地方から来てるくださってる人がいたんですけど、ちょっと今東京に行くのは怖いので、うん、ここで最後の測定ができなかった人と、あと前日熱が出てしまったと、うん、ちょっとその人もいろいろこの後あのもしそれで感染したら、うん、ご本人も辛いし私たちも大変だし、うん、じゃ あの今回はっていうことで、うん、結局多分8人ぐらいだけ、うん、あの最後撮影することができて、っていうそのでもその結果とても痩せて、ここに回復 7.5 cm のウエストを痩せてくれる方がいたりとか、うん、あの皆さん本当に真面目で、あの
全然最初に心配したようなことはなくても毎日毎日皆さん本当にやってくれて、うん、で痩せてくれましたっていうのがまあ大変だったけど良かったなってことと、うん、あとそのあ一回これを読みます、はい、確かに1週間の募集で来てくれるっていうことはそれだけ嬉しいですよね、うんうん、あとその、カオルさんのインスタでもそのプラスの分をシェアしたので、いやカルサのレッスンは今個人レッスン受けてないので、うん、それを直接指導を受けられる機会だからっていうことで来てくれる人が結構いました。中身どうするかはそのモニターさんのが、終わった直後に撮影したんですけど、でもモニターさんがあのこの説明は分かりづらかったとか言ってくれたおかげで、うん、あの本撮影の方ではそれを活かして、うん、ちょっと違う言い方にしたり、うん、あの動きを少し変えてみたり、うん、ということができました、うん。なんか今ってそれこそ動画でいろいろね、こういう動きとか伝えられる中、この紙で写真で動きを伝えるってすごい大変だと思うんですよ。私にはなんかとてもできないって思う編集作業なんですけど、そうですよね。作りましたこれ。そうなんですよ。本当にこう先生があのじゃあどういうエクササイズを紹介しようかって考えてくださって、うんうんうん、でそれを最初あの、自分のスマホでその姿を動画で撮影して、うんうん、でそれをこうじゃあどうやって何分割して、うん、ステップ1、ステップ2、ステップ3でどこを切り出して教えていこうかということをスタッフのみんなで考えて。うんうん、もう先生の動きが複雑すぎて、これを開きでどうやって説明すればいいんだというものもあったりして、でちょっと変えてもらったりしながら、シンプルに、そうですね、でもなるべくやっぱりそのここにこうすごく文字数が多いとやっぱりこう難しそうじゃないですか。いかにこう省略しつつ言わなくていいことを言わないように、あとそのじゃあ何分とかはここら辺でこうあの違う書き方ですることでこう文章量を減らそうとか、うん、そういったこう細かい工夫をしながら作りました、うん、あと地味になんか衣装何パターン用意するとか、うん、なんか衣装何色にしようとかも悩みますね。あ、そうですね、そう、それでそう衣装はあのでやっぱり女性ダイエット分はあの、うん、サンマークシェパーさんがすごく強いので、うん、ベストセラーたくさんあって、うん、あの体幹リセットダイエットとか、うん、ゼロトレとか、うん、あと開脚のものとかすごく売れているので、その辺をこうみんな集めてきて研究して、あでこういう衣装がいいのかとか、こういうのは良くないんだ、その辺でまあいろいろ学んだことがあって、例えばそのエクササイズモデルは黒髪がいいなと思って、その清潔感がとても大事だと思ってたんですね。なのでそのモデルさん探しをするときは、黒髪の人でお願いしますということはリクエストして、そういう細かいところいろいろ研究して、その衣装のこととかもすごい衣装で損してる本もあるなと思ったりとか、どんな本が損してるなと思う、なんかこう地味すぎてあのなんか暗く見えてたり、それやっぱり衣装をカバーに使うことがどうしても多いから、カバー自体が暗く見えてしまうので、あとその肌の露出具合もかなり多すぎるのもちょっとあのみっともなさ、生々しさが出てしまうとか、肌の露出も考えながら、そう考えるとその足の編み編みのとこ絶妙ですね。あ、そうですね。チャコットさんからお借りした衣装なんだけど、さすがチャコットさんとしても素敵な衣装を貸してくれました。チャコットさん、竹村さん、あ、うん、私は私のはね、そう、まあ、大変って言っても全然多分タイプが違って、うん、むしろ野宮さんはなんかその教えるわけでもこうスタイリストとかヘアメイクなわけでもなく、こう、まあ、ただ自分をこう見せるっていうことでやってきたものを、こうそれこそ因数分解というか、確かに何をやってきて、そうそんなに自分が特別だとも思ってないし、ずっとやってきたことが何が役に立ってこうみんなにが、あ、なるほどと思ってくれるのかが、あんまりご自身としては意識されていないので、まあ、その辺を本当どういうことが書けるのかみたいなこ
ことを細かく細かくしていたっていうことと、あとこれ全部野宮さんが自分で書かれてるんですけれども、まあ、それを待つというか野宮さんから原稿ってどう来るんですか？普通にメールできます。締め切りが何回かあってみたいな。そうなんですよ。そう、締め切りは何回かあるんですけど、でもやっぱりそのライブとかがある、うん、なんか多分書くことと歌うことって全然モードが違うので、うん、そのライブとかが続くと、あとレコーディングとかが続くと書けなくなっちゃうので、なんかそういうその表現、その外に向かって表現しない期間にバーって書いてもらって、でまたでもなんかレコーディングとかツアーとかになると書けなくなるので、そのタイミングを逃さないように書いていただくっていうことでしたね。でも書いてもらいたいなと思ったのは、やっぱりすごい文章のリズム感が独特で面白いので、これをライターさんに書いてもらったら、なんかまあコンパクトに情報はまとまるんだろうけども、なんかその行間ににじみ出るものというか、いろんなエピソードとかも含めて、そのこうやってみたいって思えるようなものは多分入らないだろうから、まあ、ここはこうじっと我慢してでも宮さんに全部書いてもらうっていうのも、リズムがちゃんとあってすごい読みやすいんですよね、そうなんですよ。やっぱりね、ミュージシャンの方の文章っていう、まあ、自分の中になんか自分なりの心地いいリズム感っていうのがあるので、それがねちゃんと文章に現れて出てくるっていう感じは、ありますね。カバーはどうやって作って書いたんですか？宮さんだと、皆さん顔知ってるから、こうやろうと思えば、もっとこう深く表現して、ドーンみたいな話ができるじゃないですか。でもこうちょうどいい、すごく品の良さっていうか、こう読者から遠くもないんだけど、野宮さんのこう高貴さっていうか、もうちゃんともちろんあの踏まえてらっしゃる素敵なカバーだなと思うんですけど、野宮さんから事前にこれだけやってほしくないかとか、なんかあったりしたんですか？まずは写真をバンって使うのはやめようっていう、実用書を作ろうっていうのは最初からあって、実用書っていうか何だろうな、その読み物さんのタレント本っていう風に見えないようにしましょうっていうようなことと、あと途中でそのなんかキーワードとして最初に赤い口紅とハイヒールっていうのをずっと、女性は大事だみたいな風にキーワードにしてたんですけど、でもハイヒールってやっぱり大変じゃないですか。で野宮さん自身 もうハイヒールは普段は履いてなくって、ステージとかここぞっていう時にそこまでハイヒール持ってって直前に履き替えるみたいな袖で履き替える感じなので、 でもそのなんだろう、こうここぞっていう時に、ね、ハイヒールのこう出す威力っていうのがやっぱりあるから、ギリギリまでハイヒールも思ってたんですけど、でもハイヒールやっぱりいろいろハードル高いなと思って、で赤い口紅だけに、タイトル赤い口紅だけにしようと思って、でその時に野宮さんがなんかすごいね可愛いね、こう口紅のイラストの、なんか切り抜きみたいなのを持ってきてくれて、なんかこういう感じにしたいっていうのを言ってくださったので、まあ、なんかその雰囲気に近づけていくような感じで作りましたね。2冊目がこのおしゃれはほどほどでいいなんですけど、それをこう近くしつつでも少し変えるっていうのはが難しかったですね。絶妙に色合いからまず違いますよね。そうだから、あの文庫にするときも迷ったんですけど、ポンさんのこのやめてみたとか、同じにするかとか違うようにするかとかっていうのは、カバー単行本から文庫にするときとか、なんかもう全部一緒でいいやって あんまり変わってないから、全然変わってないです、ね、まあ3巻とそっち2巻なんで比較できない。タイトルのその、まあ大きさが違うので、それによる微調整とかデザイナーさんにしていただいたんですけど、まあ、あのこれでこの形で記憶していただいている方も多いかなと思ったので、そのまんまでみたいな、そうですね。いや、まあ、私もそうで、なんか文庫も
こういう感じでも同じなんですけど、うん、もうきっとなんとなくこの雰囲気で覚えてる人もいて、うん、もしかしたら単行本ね買ってないっていう人もいるかもしれないから、うん、もうここは同じでいこうと思って、うん、まあ、本によってはね、はい、全然柄も変えたりタイトルも変わってるものありますよね。あります、あります。で、表紙も変わってるともう違う本かなって、うんうんうん、で、じゃあちょっと最後の質問で、まあ、やめてみたもテニスボールダイエットも、ね、今も売れてて話題になってますけれども、さらにこれからもっと読んでほしいところとか、実はこういうことが書いてあるけどまだここがもしかしたらまだ伝わってないとか、そういうところがあったら教えてください。これが一番最新出た最新刊ぜひ読んでくださいっていうのと、あと結構まあ第一弾で最初にこう炊飯器が壊れて炊飯器をやめてみてなんか土鍋にするみたいなエピソードがあるんですけど、私土鍋無理でしたみたいな、なんか炊飯器やめられないみたいな、なんかそういう読者の方が結構いて、別に何をやめるかどうかあんまり問題ではなく、あのその報告が届く、そう結構報告が届くんですよ。でなんかちょっと炊飯器がみたいな感じで、でも別に炊飯器をやめてくださいっていう本ではない全部やめろってことではないで ないんですよ。なんか自分の生活に心地いいことを探して、うん、なんかこう当たり前に身の回りにあるけど意外やめてみたら意外と快適になるよっていう、そのエッセンスというか、なのでここ自身の生活に落とし込んでこう自分のやめてみたを探していただけると面白いんじゃないかなと思ったりしますね。そうですよね。そうそう、私も実用書作ってて他の本とかでも思うのが、うん、なんかここのこの通りにやらなきゃいけないみたいなことを、ね、うん、思う人がやっぱり多くって、うん、これはどういうことですか、うん、なんだどれくらい食べたらいいですかとか、もうすごい厳密に厳密にこう聞かれるたりするんですけど、いやそういうことじゃなくってSNS はそこじゃなく、そこはなんかちょうどいいところをね自分の生活の中で見つけてくださいっていうふうに思うけれども、そのこう時々本っていうのはなんかすごい力を持ってしまって、うん、なんか脅迫観念みたいなものを、ね、植え付けてしまうと、うん、こう申し訳ないそれとテニスボールもすごいそういうのありそうですけど、ね、うん、テニスボールどこだったらいいかとかいいね。今日はきっといっぱい皆さんそういうこと知りたいだろうなと思って、うん、Q&A のページを先回りして先回りしてボールマスクのボールがどういうボールがいいとか、うん、まあ、100均のでいいんですけど、うん、はいはい、そういったことをいろいろ先回りしました、うん、なんかその読んでほしいところは、うん、今結構メディアで紹介していただいているのは、うん、分かりやすいその足裏とかふくらはぎに挟んで正座をするとか、うん、そういったこうスタジオでやりやすいことを紹介してもらってるんですけど、うん、他にもいろいろ載っていて、特にスタジオでできないのはこう壁を使って壁の間にこうボールを挟んで二の腕をマッサージするとか、うんうん、スタジオに壁がないのでできないんですねそういうあのなんかあテレビで見たからなんか知ってるわって思ったかもしれないんですけど、まだ知らないエクササイズたくさん載っているのでそこを読むかもしれないですテレビでは紹介しきれない。そうなんです。何回書いてありましたけど、テニスボールいっぱい買って家中に置いてあって、うん、思いついた時にできるようにしてるみたいな人もいるって感じ。そうそう、本当はどこでも手軽にできるし、置いといてもなんかあんまり格好悪くないので、うん、そこがいいとこかなと思います来たお客さんになんでって聞かれましたなんでここにテニスボールあるの、あと踏んで怪我しないようにするす確かに床に置いとくとあるかもしれない。そうそう、はい、私はですね、そうなんかこのコロナ禍においてこの口紅の口紅がね、久しぶりに塗りましたねマスクしちゃうから、ね、そう口紅の出番が少なくなってきてるんですけど、はい、でもこ、まあ、口紅のことだけじゃなくて、まず、象徴ですかね、そうそう象徴でなんかこうちょっとしたポイントで自分が変わったりとかね、うん、パッと気持ちが明るくなるとか、うん、まあ、そういう象徴なのでいろんなことが書いてあって、うん、それこそ光の使い方だったりとか、うん、その色の使い方とか、まあ、そういうことが書いてあるんですけれど、まあ、そういうのを本当に読んでほしいのと、あとそれこそその真似しなきゃっていうふうに思いがちなんですけど、
まだ野宮さんの本に関して言うと、野宮さんって本当にもう結局は自分が好きなように自分の好きな格好をして自分が楽しくなればそれが人生一番みたいな方なので、なんかそこの精神を受け取ってほしいなっていうような口紅もなんか誰かに見せるとか誰かに受けるとかじゃなくて、自分をなんか上げるためのものとして書いてます、ね、そうなんですよ。そのね、なんか野宮さんのおしゃれにおけるロック精神みたいなのがあるんですけど、そこがそれこそもう年齢にもとらわれずにずっと楽しみとしてのおしゃれっていうのがずっとあの生活の中にあればいいなっていうのを、ステイホーム中でも、うん、あ、そう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 、自分のためにおしゃれをするっていう、そういう、あの普段着を格上げするとか良かったですよね、これ家でもすぐできるなと思います、そうそう、ワンマイルウェアをね、少しおしゃれして過ごすとか、感じで、ぜひあの今日紹介した本を読んでほしいなと思います。ご覧になっている方、ぜひ次もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。